松花江は、ユーラシア大陸、中国東北部を流れる川の一つ。アムール川最大の支流で、長白山系の最高峰、長白山の山頂河口のカルデラ湖から発し、原子林地帯を貫き、吉林省を北西に流れ、吉林省長春の北でこれ道川が合流する、印馬川を合わせて、小南平原に入り、白岸で、のんちゃんを合わせて北東に流れを変える。 ノンジャン合流までの松花江は、満州国時代から1988年までは、第二小河口と呼ばれていた。この区間は、長さ7 9 5トル、流域面積7万8000平方キロメートルである。ノンジャンの長さ1 3 7 0トル、流域面積29万平方キロメートルよりも、小さい。このためノンジャンと、第二小河口のどちらが、 松花江の源流化という論争があったが、現在は長白山からの流れが源流と位置づけられている。宝満水力発電所とそのダム湖、小下湖はこの区間にある。のんじゃん合流後、しばらく吉林省と国立高省の境の東北平原を流れてから国立高省に入り、春ン市外区のすぐ北を流れる。その後ボタン港などの大きな支流を合わせて、 三重平原の湿地帯に入り、ロシア国境の国流交渉道向市付近でアムール川に合流する。長さは1 9 2 7トル流域面積は212000平方キロメートルである。冬季は凍結し、春になると雪解け水によって最大流量に達する。ハルビン市と小河口吉林市を流れる松花江冬季に、 完全凍結したハルビン市街北部の消華口1864年、極東に駐在したロシア軍人、ピョートルク・ロポトキンの探検により、流域の地理の科学的調査が行われた。満州語では、松花江は、すんがり裏すなわち、天の川と呼ばれており、この地に入った、ロシア人も、すんがりと呼んだ。第二次世界大戦前の日本、ことに、満州国時代の日本人の間でも、 すんがり川の名で知られている。ハルビン東方を流れる昇華口の衛星写真。両岸に多数の三日月湖が残る大きな船の航行が可能な国際河川で中国東北部の物流の幹線でもある。流域にはキツリン市、ハルビン市、ジャムス市などの大都会を有し、いずれも国際河川港を持ち内向水運で結ばれており、ジャムス市や同光市では アムール川を通して、外名への海運も行われている。また、ノンジャンを遡って、父ルシエも水運が利用できる。松花江の下流、国陸港、ウスリー川とに囲まれ、ロシアと国境を接する中国西東端の地、三江平原はかつては、北大港と呼ばれる一面の荒野であったが、108,900平方キロメートルに及ぶ、大湿地帯で単調。 マナズル、コウノトリなど貴重な鳥類や渡り鳥たちの繁殖地でもあった。満州国時代より開拓団などにより開墾が進み、第二次大戦後は中国政府によって集団農場や軍隊による農地開発が行われ、さらに文化大革命時には多数の都市青年たちや反革命分子とされた人々がこの最果ての地に加工され開拓に従事させられた。 こうして、現在は、北大層と呼ばれる、中国随一の国層地帯までになっている。一方で過剰な農耕で、三江平原の一部では、鉱爆化が始まり、また、湿地の急減で鳥類の存続が危ぶまれているが、小政府は、残存湿地の保護や、鉱爆化する農地の復元に乗り出す一方、2001年をもって、三江平原の開墾を禁止した。ただし、 今後の生態系保護にはまだまだ課題を残している。また以前から汚染された水の流入が問題であったが、2005年11月には、吉林市の石油化学工場爆発の影響で下流の、黒竜工場やロシア、オホーツク海まで、ベンゼンなどが流れる事故が起こり、飲用水や漁業に悪影響を与えた。ありがとうございます。